セラさ、この前さ、パパと一緒にさ、初めてさ、レモン食べたじゃん。あれ、どうだった？酸っぱかった。酸っぱかったよね。ちょっと酸っぱくてびっくりしたでしょ？ね。でもさ、レモンってさ、いっぱいセラのね、これからセラが元気になるのがいっぱい入ってるから、セラにね、レモンこれからも食べてほしいなって思うんだけどさ、酸っぱいじゃん、あれ。だからパパね、ちょっとレモンが甘くなるように作ったの。ちょっと見てくれる？見て、これ。じゃんじゃじゃーん。はちみつレモン。これね。これレモンでしょ？ほら。これレモンなんだけど、なんと、このレモンのこのお汁が、はちみつなの。これ。セラがいつも、パンとかにつけて食べてるはちみつ。ちょっとパパこれ一回飲んでみるね。飲んでみせよ。どう？おいしい。おいしい？酸っぱくない？酸っぱくない。本当に？ちょっと酸っぱい？どう？おいしいでしょ？もう一回。もう一回？これさ、喉にもいいんだよ、セラ。風邪ひきやすいからさ、これからの季節とか今。おいしい？さあ、これがさ、レモンよ、レモン。パパ、ちょっと食べてみるね。レモンも酸っぱくない。甘くて美味しいよ。食べてみる？おいしいの？おいしい。美味しい？ 本当に？ ちょっと酸っぱい？どう？でもさ、この前食べたよりかはさ、酸っぱくないでしょ？レモンって美味しいんだよ、とっても。ね。食べてみ。ちっちゃいのよ、それ。どおいしい。う？おいしい？飲んでみ。まだ入ってる。これおいしいな。これ喉にめちゃめちゃ効く。これ作ってよかった、パパのためにも。パパ今喉痛めてるから。あ、これいらない？気に入ったんだけど。濃いんじゃない？おいしいの。確かにこれさ、あれだね、おちょっ水とおで水割とる。かにさ割ったりとかさ、あったかいお湯とかにして飲もうかね。ちょっと濃すぎてから。おいしい？満足？じゃあまたあれだね、またこれ使っていろんなの食べようね。ね、大丈夫かな。美味しかった？